はい、どうもご視聴ありがとうございます。午前1時41分でも元気なハム太郎でございます。じゃあ今日はね、アスナ使っていこうかと思います。アスナね、結局私当たんなかったんですけども、まあアビリティ的には貫通タイプのアンチワープマインスイーパー M とアンチ魔法陣、もうアビリティだけで言えば激レアです。完全に激レアですね。で、友情コンボはね、磁気配と同じ4反射の分裂弾。まあ、砲撃型じゃないのはちょっと残念ですけども、まあ、そこまで贅沢は言えないでしょう。で、もう一個ね、アビリティがついてまして、ユイの応援だったかな？内容としては、キスキルと同じ、稀に発動する。そう、稀に発動する全回復ですね。これはキリトの方にもついてます。というわけで、今回はイザナギゼロでやってみようかと思います。で、それとおまけで前回アップデートさせていただいた、サルトビサスケ。サルトビサスケもアンチワープがついたんで、アンチワープじゃない、アンチ魔法陣か。アンチ魔法陣がついたんで、改めてね、使ってみようということで、入れてます。まあ、アンチ魔法陣ついたことによって、もともとね、彼女の仕事はほとんど、彼か。彼の仕事はね、友情コンボ発動させるのがメインの仕事だと思ってたんですけども、まあ、アタッカーとしてもね、全然使えるんじゃないかなということで、使っていきましょう。で、ボルチモアはね、前回。前回アップデートしてもらって、カウンターキラーがついたんでね、あと底力。で、イザナギゼロは結構攻撃、HP 削られるクエストなんで、まあ、この底力とカウンターキラー、結構いい仕事するんじゃないかなと思って使ってます。と、まあ、説明でね、なんやかんや山竹まで来ましたけども、あ、で、バッハはね、バッハはここの常連です。私の中ではね、イザナギゼロ苦手だなと思ってる時に重心化してくれて、それで一気に安定した感じですね。バッハはね、本当に強い。私は大好きですね。一番最初の時に、違うか、リセマラした時かな？違う、リセマラし終わったと初の10連で僕バッハ当たったんですけど、その時はね、1ミリも強くなくて神化も済んでて、で、まあボックスに余裕もなかったんで売っちゃったんですよ。今みたいにね、ボックスもいっぱいなかったんで。今ね、思うとすごい後悔ですね。バッハはね、私は3体欲しいと思ってます。バッハ艦隊とかすごいやりたいですね。まあ、残念ながらね、売ってしまってるんで、今回はこういうメンツです。んで、よっ。あー、ミスったな。今ね、カウンターキラーのボルチモア当てたかったんですけど、当たんなかったですね。まあ、でも今回のね、動画のメインはアスナなんで、まあ、そこはいいか。で、まあ、アスナ使ってる感じ、今のところの友情コンボは強いね。しっかり4反射させると、ダメージは、やっぱ磁気配みたいにね、しっかり削ってくれます。お、これ底力効きましたね。カウンターキラー乗ってないけど。まあ、でも元の攻撃力がそんなにすごい高いわけじゃないんで、まあ、予想通りっちゃ予想通りの火力でしたね。ゲージミスった。あ、ゲージアンチワーププラスで、あれか。アンチワーププラス魔法陣か。失礼しました。なんかね、キャラ的にはね、回復とかついてるイメージだったんですけど、回復はついてないんですもんね。このクエストね、回復あると結構楽なんですけど。やべ、倒さないとちょっとまずい。はい。で、あ、そう。伝え忘れました。アスナのストライクショットが、これもね、キスキルと同じで、味方に触れると超回復とプラスですね。プラス追撃するのかな？これ使ってみよう。今は使うべきじゃないな。追撃でね、剣でこうなんか、突き突きする感じの攻撃をしてくれます。で、実況化も入ってるのかな？なんか、動いた感じ確かね、結構火力が出てたんで、
多分軽い自強かプラスですね。ストライクショット自体はキスキルよりも重いんで、多分そのターン数の差で自強感入ってるんだと思います。でこの串の汗苦手なんで SS 使います。ここね回復も出ないんでね、結構削られるとやられちゃうんですよ。さらに地雷巻かれるんで、地雷巻かれる前に雑魚処理と、これ大事。まあ、この状態になっちゃえばまあそんな苦労はしないでしょう。サルトビは本当に友情コンボを発動させるいい役です。スピードもありますしね。そう、こんな感じで結構削られちゃうんですよ。怖い怖い。カウンターキラープラス底力来ましたね。縦感ワンパン6万か、いい火力出ますね。いいね。なんかね、ボルチモアっていうと大体進化の魔王キラー EL と魔人キラー EL が最近では目立ってますけども、まあ、この時点でも結構強いよね。神化の方も。仮に重心化したら多分バッハみたいにダブルキラー持ちになるんじゃないかなと思ってます。ダブルキラープラス底力。で、アビリティなし。いや、アンチバップぐらいつくかな。ちょっとわかんないですけど。さあ、ボスまで来ましたね。やっていきましょう。まだそんなにアスナが活躍できてないな。まあね、さっき友情コンボを発動させるっていう面では、いい動きしてくれてますね。このアビリティ持った水属性って案外少ないんで、あ、ちょっとまずいな。そう、アビリティはね、すごいほんと希少なんですよ。魔法陣抜きにしても、貫通タイプのアンチワープとマインスイッパー。これを持ってるのは水属性だと、デュームとローレライのみ。なので、希少性は結構高いです。これ属性効果プラスか。ここで撃ってみるかな。ちょっとレーザー友情出ないですけど、ボルチモアの SS。さあどんなもんか、底力多分発動してる。とカウンターキラー。おほほ。あ、いいね。結構いい火力出ますね、彼女。前までは、ここの枠のところはオベロンの神化がいたんですけど、近畿の極人のためにね。お、来た。全回復。そう、近畿の僕のためにね、2体とも進化にしちゃったんで、その代わりとして使ってるんですけど、思ったよりいい動きをしてくれました。さあさあさあ、余裕がなくなってきたね。気づけばアスナしか SS 残ってない。おっとっと。で、負けるのは想定してないから。剣はアスナにつけたいな。でも、あ、取っちゃった。倒しちゃった。でもね、逆にこの HP だからこそ、アスナの SS がいきます。耐えるか？耐えた。さあ、SS 行ってみましょう。ストライクショット。縦感？縦の方がザクザクするか。どっちにも多分これ倒しきれると思うんで。おう。多分結構原作に忠実な SS なのかな。もうちょい早いタイミング使った方がよかったな。結局、途中で終わっちゃったんで。アスナ使ってみた動画だったら2体やっぱ積みたかったな。あんまりなんかこう、目立った動きをしてくれなかったですね。ただでも、まあまとめで言うと、アビリティ面は本当に優秀。多分、同じアビリティを持ったキャラクターはいない。そこ20丸ですね。で、友情コンボはね、まあ、ボス1体になった時の火力が果てしないんで、これもありですね。ただね、HP が2万ちょうどぐらいかな。結構 HP が少ないんで、そこら辺はね、他で補強してあげないと、ある程度の攻撃に耐えることができないんで、そこは注意ですね。ちょうど玉露終わった。と、まあ、そんな感じですかね。ストライクショットは威力はちょっとよくわかんないんですけど、まあ、回復を持ってるんで、ピンチの時にも助けてくれるし、ただキスキルみたいにポンポン打ってないのはちょっとなーっていう感じですね。今んところ使ってみた感じはキリトの方が僕は強いと思ったんですけど、やっぱね、アビリティがハマるクエストであれば、全然アスナの方が上だと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。封印解放でございます。では、
また次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録お願いいたします。バイバイ。